美味しい登山始まるよ。おはようございます皆さん、時刻は9時14分になっております。今日はここでじゃん、近鉄は平岡駅前にやってまいりました。平岡駅と思われる方多いかもしれませんがこの一個手前がいつものひょうたん山駅ですね、はい、今日はここから、はい、親玉どうぞ。アジサイ行きます。え、アジサイ行きます。アジサイ行きます。どうしたんですかね、テンション低いですかね。はい、暑い暑い、はい、手元の時計で 30.8 度を記録しております。もうね、湿度も高いしね、うん、わーって感じですね。あ、これくぐるんですか。はい、へー、行ってみよう。行ってみよう。めっちゃ暑い、うん、めちゃめちゃ立派な神社さんで驚いてます。初めてですね、はいはい、立派な神社やね。元気授かる太鼓の声、うん、いいね、キャッチがいいね、うん、金曲のままうまいよ、うん、なんかちょっとちっちゃいね、ちのあ、一緒やね、一緒一緒、行きます、はい、すごいなんか立派な神社さんやったね。何か女が結婚しとったら、どこで一歳でな。ほんまや、うん。ちょっと初めての道なんでわかりませんね。ようさんあるからな道。でも日陰でいいね、歩きやすいよ、うん、ここが。はい、初めての道であります。もう足元は山ではなくて遊歩道って感じなんですけど、はい、適度にこう日差しが遮られて、うん、程よいこう爽やかな風が、湿度は高いけどね、吹き抜ける、うん、お手洗いもここに来るまでもう3カ所目ですね。お手洗いも豊富です
もうあの高齢の登山者が多いですね。クジラネバストイレ、はい、とりあえず行ってみよう。休憩ポイントも多い、うんうん、こっちが近道だね、うん、ベンチもあります。はい、はい、ここのポイントは急坂口そのまんまやね。名前がそのまんま急坂口。見てこれすっごいわかりやすいのが、うん、坂口加減。歌って歩けるペースが大事、ほんまにね、あのハイキング始めてばっかりの人にもすっごい的確なアドバイスよね、うん、どっちやねんねこれ。え、こっちじゃん。っていうかそもそもアジサイ園に向かってるこれ。急坂です。いい風が抜けます。はい、ねえ道はね、急坂口っていうだけだってだいぶ急です。えらい急坂やな。急坂口っていうだけあるね。急坂です。はい、平岡バイパス西 H9 です。はい、これはどう目指したいんですかね。いいやろ右。はい、あなたのメッツはこのぐらい。坂道加減。日陰でね、歩きやすいんですけどね、うん、やっぱり湿度と気温が高いには間違いないね。汗びっしょり。虫がすごい。虫すごいやん。虫すごい。おお、すごいやん。風が。おお。すごい。うわすごっ、ねえ、うわなんかめっちゃ人間住んでんなって感じするな。なあ、うん、大岡神社上手だけ9時56分え、距離は 1.7 キロ。え、ラクラクやな。これもう見覚えあるぞ、完全に。合流したや、うん、はい、時刻は10時ジャストです。1.8 キロ、ラクラク登山道に合流しました。今度も出てくるね。びっくり。そんなつもりなかったのにびっくりだな。結局いつもの道やな、ほんだ。帰りはここから帰るそうやな。うん、なるほど、うん。大冒険でした。はい、いや虫がすごいからね、あの、モスキートハットみたいなの持ってる人はかぶってくれてるんじゃないですかね。うん、もう顔にまとわりついてすごかった。神の風が吹いてます。あー今日一風が抜けるわ、うん、空の分量がめっちゃ多いよ。あー気持ちいい。やっぱもわっとしてるよね、木立に囲まれてると、うん、あー気持ちいい。淡路島行きたいな、生しらす食べたいな。なんでやねん。これで純吉さん、はい、今年のアルプス大作戦は鹿島槍に行きます。おお、北アルプスですね。はい、はい、緑地でよくおしゃべりする登山家の男性の方がいらっしゃるんですけど、はい、そのコースはしんどいでと言われてる、標高1000超えのところからスタートして獲得標高が2000以上という1日目のコースが組んであって、はい、私もちょっと恐れおののいてるんですけども、はい、まあ、予定時間は3時までには着くという龍吉さんの発言を信じて、まあ、トライしてみようかなと思ってるんですけども、若干の不安はあります。キレット越えに止まります。はい、まあね、年に一度のアルプス大作戦なんでね、はい、あの楽しんで頑張ってこようと思います。天候恵まれますように。行ってみよう。うん、今日はアジサイ行ってきたんですか。えげつないぐらい咲いてますね。やっぱりこの辺で市場というだけあります、ね、あ、初めて来ましたけど。あ、よかった。どちらから来られたの。私西宮です。西宮、へ、今日はヒットでしたね。ヒットですね。アジサイ来てよかったです。あ、よかった。今日は横断、うん、おう、どこまで行けるの。いやいや、あのこっち降りるだけです、ね、うんうん、反対側から登って、うんうん、上層線の尻、うん、うん、はい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 、ね、うん、もう昼通りですね。あ、いいと思います。暑かったです、登り。あ、やっぱりね、はい、気をつけて、はい、はい、ありがとうございます。またこれアップしておきます。他
の方でも上がったことあるけど。あ、そうなんですね。そうですか。バカなこと喋らないうちに。ありがとうございます。気をつけて。はい、時間は10時49分、4.9キロ、入り口に差し掛かりました。アジサイ園に、はい、突入しました。ようやくです。遠かったね。腹ペコです。そうやね。暑いし腹ペコやし、お店が何か出てますように乗るばかりです。ホットドッグ系のもん食べたいわ。そんなんないわ。肉食べたいわ。かき氷ぐらいやで。あるとして肉お願いします。肉なんかないわ。あっちゃん高いかな。かぶつきたいわ。咲いてますね。いやあ、やだやで。この下が大行列です。めっちゃ一応入ってる。勉強して分かるよ。勉強でその人を見て、ちゃんと一応分かるよ。そうやるな。日常を知ってブーハワイかな。ミスハワイか。確かにね、多分花にとっては気温が高すぎるんやと思うよね、うん、ちょっとね、針がね、うん、ちょっとシュ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 わかる。針がちょっと絡むのよ。シュシュこれがほんまに、うん、すごいよ。飲むように売ってるような巣立ち種。全体的にちょっとあれちょっと暑すぎるっていう感じの、うん、ここがね、なんかもうちょっと水が欲しいかな。あー、いい色だね、うん。めっちゃアジサイ。うまい。なんか元気ないよね。ごとん全体的にちょっと元気がない。でもめっちゃアジサイ。めっちゃ人。ああ、上ね。うん。山盛りですよ。鈴なり。はい、もりもり咲いてますが、やっぱりちょっと元気がない感じがするんよね、うん、暑すぎるんやろ。なあ、ちょっとしなっとなってるやろ。、うん、ね、この葉っぱのピッっていう張り具合とこのツヤがさ、うん、あんまり暑くない日陰のちょっとあちょっとだけ今日涼しいみたいなとこは元気あんね、うん、こういうとことかな、うん、でもあの辺になるともうしんどい言うてんねん花も。いや、そう感じるわ。この辺とか元気やん、全然葉っぱが、うん、この辺しんどい言うてるわ。この辺もしんどい言うとのか、うん、これだいぶしんどい言うてるわ。暑すぎんねん言うてるやろ。ピンクもありました。わー、かわいい。ピンクいるやろ、ピンク。ピンクレアやで、ほぼほぼだって、このここ、うん、青やのに。なあ、青が多いんやな。青多いね。あ、たまらんわ、もう暑いて。言うてるやろ。ちょっと規格外ですせ。はい、そういうわけで、アジサイ園が間もなく終わります。はい、もう頭焼肉のことで、焼肉一食。お腹が空いたらしいです。もうあのね、いちごゴロゴロや、これいちごゴロゴロ言うより、いちごコロコロやがな、言ってね、近くの人が言っててね、うまいこと言うな、思ったよね。ちっさって感じだったね。確かにいちごコロコロやった。な、ほんで、600円のボリュームかと思ったら、片手に乗るな、みたいな感じだったね。あ、まあ、悪口しちゃうよ、これ、ちょっと感想やからね。でもそれを食べ終わったら、さらに、わ
焼き肉食いてってなりましたね。なんで、いやそれを食べる前はホットドッグでもあったらええなぐらいの勢いやったんやけど、そのいちご練乳を食べた後はもうなおさらもうこってこってに油まみれにこうタレ絡めたもう白ご飯にオンしてバクッとやりたいという欲求が抑えられない、はい、この様子はあと後ほどお伝えします。焼肉屋を探しに行きます。はい、もうアジサイより肉はい、アジサイ園からでした。はい、調理があるかね、安心していけるね。うん、ここはね、石畳が多いからね、雨の日は滑っちゃうかなって感じ、うん、今日は大丈夫です。ねえ、ちょっと涼しさを感じさせるんですね。焼肉への道。あ、ここ時刻は12時4分、距離は 8.5 キロ、一式駅まであと 1.2 キロの地点まで下山してまいりました、はい、ちょっとそこを過ぎたあたりから一気にもわっとこうもう気温がプラス3度は体感上がりましたね。これもわっとしてます。焼肉、頭は焼肉一緒やっぱりね、食べるもん要さめに持ってこないあかんで、低山や言うて舐めとったらねめっちゃお腹すくわ。これ舐めとったな、舐めとったな、すごい終わるやろ、もうやばい、ぐっと伸びた。はい、何度か通った道ですが、初めてやっておいてますいつも初めてで新鮮な気、ええな。いや今年はね、確かにちょっとね、やっぱ規格外の暑さなんだよね。この時期にもう普通に連日30度超えとかね、そうだよね。なんか食、なんか生態系にも影響を及ぼしてるんじゃないかなっていうのが、この山毎年ね登ってると健康診断みたいな感じでわかるよね。なんか今年はちょっと違うかなとかね、うん、虫食いがちょっと葉っぱ多いかなとかね、うん、まあ、いろんなことを感じますね。阿部の遥かさが正面に見えております。今日はどうでしたかね、龍一さん的には。暑かったな。暑かった、はい。で、魔法瓶をね2本持ってきて、水対策はバッチリやったんですが、やっぱりどんな低山ハイキングやと思っとっても辛めのもの、まんじゅう6個入りのやつ1袋しか持ってこなかったんですよ。でも今こんな甘いの食べたら喉乾くで、この暑いのにっていう気分であんまり喉を通らなくって、なのでピーナッツの塩気の効いたものとか、やっぱね行動食は多めに持ってくることをお勧めしますね、はい、でないとこうやってもなる早でビール飲んで肉食いたいという欲望でね、余計タコつくことになります以上、現場から以上です。余計タコつきます。こんなにいっぱいあるんやね、ハイキング道って。うん、あ、これ、え、言うて、どういった？多分、こう行って、こう行って。すごいね、いいコースやったね、はい、暑かったけど。駅です、時刻は12時20分、距離は 9.7 キロ、はい、ゴール、ゴール、いざ行かん。本日のメイン、焼肉メインか。Ha ha 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 ha.